今日は耳にいい ASMR 風動画です。今日もいろいろ用意しました。まずね、最近私がお気に入りのお店、蜜のカカオっていうところのマロニエっていう、ちょっとマカロンっぽい感じだけどマカロンじゃない、なんかこういう挟んだやつです。そして豆の入ったもちもちのパン、きな粉みたいなのもかかってます。で、日本で買ってきたこのさつまいもとリンゴのなんか乾燥のチップス、じゃあお皿に盛り付けます。はい、こんなのです。今日はこれを食べたいと思います。ちなみにお値段はマロニエが6個入りで14,000ウォン、約1,400円で、このコンチャルプティっていうやつが4つ入りで2,800ウォン、約280円です。はい、じゃあコーラです。いただきます。じゃあまずこのもちもちパンから。これきな粉がすごい、本当にきな粉たっぷりって感じですね。本当はもちもちで、中にね豆が入ってますね。でね、きな粉がすごい、もう食べた瞬間きな粉でもね、お餅かと思いきやお餅じゃなくてちゃんとパンですね。うん、普通ですね普通ですねどうしよう、ちょっとマロニエ行こうかな。これはね、蜜のカカオのやつでね、私のお気に入りのお店なんで。なんかマカロン生地じゃないんですよね。ちょっとねパンっぽい感じもするんですよ。ここ硬いチョコみたいなの、こんな感じですね。わお、服に、うん、あ、これは美味しい。中チョコたっぷり、パンふわっとしてる。待って待って待って、これあれつけよう。じゃん、生クリーム、もう恒例ですね。私生クリーム大好き。開けるとき絶対出ちゃう、これなんでわー、美味しそう、これは美味しそう。うん、おいしい。チョコレートケーキだ。このままでも美味しいけど、生クリームつけたらさらに美味しくなる。ちょっと生クリームもりもりで食べてみます。うん、おいしい。うん、おいしい。一瞬でチョコレートケーキになった。うん、マロニエおいしい。このマロニエね、思ったよりも甘すぎない。結構ね、さらっと甘いやつだからね、生クリームつけたのがすごいよくあってね、チョコレートケーキみたいで美味しかった。ちょっとこれきな粉もちもちパンかけてみるか。わかんない、美味しくなるかわかんないけどはい、こんなの。うん、生クリームのおかげでギリって感じだな。うん、確かにもちもちはしてる、それだけです。じゃあこのさつまいもいちごのやつ、こんなパッケージのやつです。コンビニで買いました、日本の。あ、おいしい、さつまいも。うん、いちごが甘酸っぱいから、この優しい甘さのさつまいもの感想とよく合いますね。これちょっと何でもかんでも生クリームつけるなって言われそうですけど、ちょっとせっかくもう今日用意してるから試しにね。見た目可愛くなりましたね
おいしい。あ、これはいける。今ね、奇跡が起こってます。これね、さつまいもと生クリーム合わせるとなんかね、気のせいか、いや気のせいじゃない、なんかスイートポテトの味がする。そうか、でも牛乳生クリームとさつまいもだからそうか。ほら、おいしい。でもその原理でいくと、いちごに生クリームはショートケーキになりますよね。ほら、もう見た目ショートケーキだもん。いちごはショートケーキにはならないか。あ、もうないのか。うん、この2つすごい美味しかった。これきなこパンはね、まあまあでした。私的にね、この前も紹介した3つのカカオ、ここがすごくおすすめです。また直接お店とかにも行きたいですね。他にもいろんな種類のね、チョコレート系商品がいっぱいあるんで、チョコ専門ですね。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。